オリックス自動車株式会社は、オリックスグループの自動車リース及びレンタカー会社である。1972年に、オリックスのオードリース部門、オリエントオートリースとして設立。2005年にオリックスレンタカー他6社が合併して、現社名に改称した。オリックスレンタカーの愛称は、ブランド名として尊敬している。カーリース事業とレンタカー事業を中心に展開している。 カーリースは法人向けが大部分を占めているが、1990年代末より、個人向けのマイカーリースも力を入れており、契約形態によっては、セゾンカードや UCS カードでのリース代金の引き落としができる。2004年からは、契約から24ヶ月経過後に返却あるいは乗り換えが可能な今乗りくんなども提供している。 レンタカー部門にはかつては3つのブランドがあった。を運営していたが、2013年4月にブランドをオリックスレンタカーに一本化した。車両保有台数、拠点数で業界トップクラス。2000年よりカーシェアリングの実証化モニターテストを行っており、2007年からはプチレンタのサービス名で正式に開始された。都市部のマンションやビル内の駐車場、月決め駐車場、 ファミリーマートの駐車場をレンタル車両のステーションとしており、順調にステーション数を増やしている。なお、このステーションの獲得にまつわる営業社員の奮闘機ついては、2008年12月に日経スペシャルガイアの夜明けで取り上げられている。2010年10月、サービス名をオリックスカーシェアへと変更した。近年個人向けカーリースのテレビコマーシャルを放映している。 過去の CM で使われていた奥花子が歌っている今のりくんのコマーシャルソングは20番まであり、総時間は14分もある。また、2010年に大阪府、兵庫県でプチレンタを展開するにあたり、オリックスバファローズ監督に就任した岡田秋信をプロモーションに起用した。ABCDEF オリックス自動車株式会社第48期決算広告事業。 サービス紹介オリックス、日経スペシャルガイアの夜明け、駐車場確保大作戦。カーシェアリング時代の東来テレビ東京を遠隔、オリックス自動車 ABCD 株式会社、ジャパレンの全株式譲り受けについてオリックス株式会社、2003年10月1日、オリックスのレンタカーネットワーク3ブランドを統合し、1店舗体制へ。オリックス、2012年8月9日閲覧。 ありがとうございます。